ゾロゾロとよくもまあ。また厄介事を持ってきたのかい。若者の相談に乗るのが老人の生きがいというものでしょ。余生の楽しみを持ってきてあげたと言ってほしいわね。口も減らなきゃ可愛げもないときたもんだ。やれやれ、嫌でも聞かせるつもりならさっさと用件を追いよ。お初にお目にかかります、マトーヤ様。シャーレン本国のバルデシオン委員会からやってまいりました、クルルと申します。バルデシオン、確かあのジジイの研究室があった島は。はい、バル島は消滅してしまいました。アルテマ級の魔法攻撃によって、文字通り跡形もなく。私が生き残ったのは光の加護のおかげです。光の加護だって、まさかクルルさんも。ええ、私も超える力を持っているわ。バルデシオン委員会はこの星のありようを研究していたの。その一環として星の意志とそれに接触しうる超える力について調べていた。私はその被験者の一人というわけ。ミンフィリアと知り合い友人になることができたのも同じ能力の持ち主だったからよ。そんな背景があったとは知らなかったよ。ごめんなさいね、隠すつもりはなかったけれど、一応機密だったから。それでこの年寄りに何をさせようって言うんだい。私は委員会の仲間を失いました。だからこそミンフィリアや暁の賢人だけは何としても助けたいのです。マトーヤ様、あなたが持つ水晶の目を、いえ、いにしえの光のクリスタルをお借りできないでしょうか。存在だけではなく正体までお見通しとはね。少しお待ち。マトーヤが占いに使うクリスタル、通称水晶の目。確かにその輝きには不思議な力があると思っていたけど、これが光のクリスタルですって。超える力を持つ光の戦士のような存在は過去霊災の度に現れ大きな働きを成してきた。そしてハイデリンはそれぞれの時代の英雄たちにその力の一部を光のクリスタルという形で分け与えていたの。これはそんな古の英雄が残した遺物、ハイデリンの力が弱まる前に分かたれた力であるがゆえに、現代の光のクリスタルよりはるかに強い力を秘めている。これほどの純度のクリスタルは世界広しといえどそう多くはないだろうね。魔法の結節点としての価値は計り知れないくらいさ。私には言葉の壁を越える力が強く発現しました。動物と会話できるなんて言われるほどに。これは言い換えれば意志を感じ取る力が強いということ。つまりこの力を水晶の目を通して発現させれば、地脈を漂う意志の痕跡、サンクレットさんが向かった先がわかるかもしれません。
未だにそやつの行方が見つかっていない以上、断る理由はないようだね。この場から持ち出さないのであれば、自由にお使い。ありがとうございます、マトーヤ様。それでは、早速。奥への森を抜けた医師の痕跡は、北西に向かい巨大な輝きの麓で消えました。そこにあるのは霊宝ソームアル。サンクレットさんは運よく地上に出たようです。コーチドラバニアか。よし、テイルフェザーに向かい捜索を開始しよう。彼の目撃情報がないか聞き込みをするんだ。